トマス・ルイス・デ・ヴィクトリアトマス・ルイス・デ・ヴィクトリアは黄金世紀スペインの生んだルネサンス音楽最大の作曲家の一人。16世紀スペインの作曲家では最も有名であり、多くの人からパレストリーナに次ぐポリフォーニックな教会音楽の王屋とみなされている。少年期にセゴビアでバルトロメでエスコベドに学んだらしい。1564年頃にローマに行き、 イエズス会の会主となった。この頃にパレストリーナに指示したようだが、これについては状況証拠しか残っていない。とはいえビクトリアがパレストリーナの様式に影響されているのは確かである。ビクトリアはイエズス会の修道院で一連の学長職を務めた後、後1575年に司祭として除解された。しかしながらイタリアに投留することなく、 1586年になるとスペインに帰国、今度はマドリッドのデスカルサス・レアレス女子修道会の一員となった皇太后号マリアに報職することになる。ビクトリアは終生にわたってこの修道会に留まり、司祭、作曲家、合唱指揮者、オルガニストなど数々の役割をこなした。交代号マリアは神聖ローマ帝国皇帝、マクシミリアン2世の日であり、 スペインをフェリペ2世の妹だった人物である。ビクトリアは対抗改革期のスペインで最も重要な作曲家であり、後期ルネサンスにおいては最も優れた宗教音楽の作曲家である。ビクトリアの作品は20世紀に復活を遂げ、近年たくさんの録音が制作されている。数多くの表者がビクトリア作品に 神秘的な激しさと直接に感情に訴えかけてくる特質を認めている。これらの特徴は見方によってはビクトリアの偉大な同時代のイタリア人パレストリーナの作品には見当たらない。パレストリーナ作品は技術的には申し分ないが情緒的には超然としているからである。様式的に見るとビクトリア作品は多くの同時代の作曲家と同様残った。 対比法は遠ざけて、単純な旋律線とホモホニックなテクスチュアを好んで、いるが、それでも、なお多種多彩なリズムの変化や、時に驚くほどの明暗の対比を内に秘めている。旋律の処方や不協和音の扱いは、パレストリーナよりもずっと自由である。ビクトリアは、随所で、16世紀の幻覚対比法では、禁則とされていた音程、例えば上行する超6度音程を用いた。 あるいはモテと聖なるマリアよ、帰り見た、前、サンクタマリア、ソッカーにおいて、戦立中の嘆きを表す学区に、臨時記号のついた、弦四道音程をさえ使っている。ビクトリアは時々、通常はマドリガーレに使われるような音が技法も、利用した。ビクトリアの宗教曲のいくつかは、器学も用いており、さらには、ベネツィアのサンマルコ大聖堂に勤めるベネツィア学派の、 作曲家がしたように、分割合唱のための作品も残した。ビクトリアの最も美しく、かつ最も洗練された作品の一つが、かの偉大な死者のための未作曲である。この作品は、1586年以来、ビクトリアの主人であった皇太后、マリアの奏霊のために作曲された。ありがとうございます。